皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今日は、ウプシュが急に一人旅に出かけるみたいだぜ。なになに、今年も国内旅行業務取扱い管理者試験落ちたから現地に行って覚えてくるですって。としてる暇があったら、普段から勉強しろって。だな。でも、霊夢。なんで私たちが解説をしているんだ？今まで、ろくに喋らず動画配信してたのに、マリサ。それは多分、めんどくさいからよ。ゆっくり編集する方がめんどくさくないか？そこはマリサ触れないであげて。それでは、始まるよ。1日目は、小田原駅13時4分発の東海道本線湘南新宿ライン高崎行きに乗って大宮駅まで。そして、大宮駅から東北本線を乗り継いで、南福島駅を目指します。なんで、南福島なんだ？福島駅の近くにネカフェがないみたい。だから南福島なんだって。2日目は、南福島駅から福島駅へその後奥羽本線を乗り継いで、大曲駅まで行きます。そこから田沢湖線に乗り換えて、盛岡駅に行き、再び東北本線に乗り換えて花巻駅に向かいます。霊夢。なんでわざわざ遠回りして花巻駅に行くんだ？それはね、本当は山形県の銀山温泉に行きたかったけど、泊まりたい宿はすでに予約できなかった。日帰り温泉でもいいので行こうと計画してたら、日帰り温泉で楽しもうとしたけど、今度は宿のチェックインに間に合わない。なので、銀山温泉の近くを通ろうとしたんだ。銀山温泉って、最寄りの大石田駅から遠いよな。電車で通っても見ることも、感じることもできないはずだが、マリサ、それは言わないであげて。しかも、遅めのチェックインのプランもあったみたいよ。そして最終日は、花巻駅から電車を乗り継いで、小田原に帰ります。岩手の花巻から、神奈川の小田原まで帰れるのか？しかも、次の日仕事だろ？なんで最終日は乗る電車を決めてないのは、いざという時には、特急やら新幹線を使って何としてでも帰るからですって。一応、帰りは仙台から常磐線に乗って帰りたいのが、うまくいけるかどうか。ウップシュは、果たして家までたどり着けるのか。そして、冬の東北の寒さに耐えることができるのか。次回、東北に白山下の旅。お楽しみに。